安楽寺は長野県駒金市にある浄土宗鎮税派の寺院。三号を京都山と称する。天文二年説もありに帰り夢商人が解散する。本尊は阿弥陀如来である。天文二年説もありに現在地より北側の小田切地席に帰り夢商人が解散する。聖徳五年洪水により寺は流出。 教法元都市上墓に移転復興。文化六年近接民家の火災により炎症、消失する。消失前は、厳美角より東に位置していた本堂を、民家に接するのを避けて、現在地に復興する。文化八年の本堂を請け負い消門の一部が、残存する。文政七年本堂、栗再建完了。二度の災いに遭い、宝物、記録の大半を失っているが、 本尊の阿弥陀如来像は火災をくぐり抜けており、首、胸等の傷はその時についたものである。玄産門は、天保十一年根流とされ、三舞頃門で、屋根は、入り模屋作りであり、随所に、立川流に類似する彫刻が施されている。二階内部には、大日如来像、十六羅漢像が祀られている。昭和五十九年本堂、位廃堂改築。 平成5年客殿改築。令和3年住職、飯田実夫商人、浄土宗7大本山の一つであり、同州の京都4本山の一つである正常会の第83世保守に就任。安楽寺住職は、秘そ飯田英信商人が、第25世住職に就任した。ABC、駒金市資源大変化官駒金市編さ委員会、1974年。 ABC 駒金市の文化財駒金市文化財編集委員会2012年ありがとうございます。